はいどうも、ワンソクチューブです。今回はですね、前回に引き続き BMW の新型 Z4 S ドライブ 20i M スポーツの試乗インプレッションドライブフィール編をお届けしたいと思います。取材に協力していただいたのは和光 BMW 上尾店さんですね。飯塚さんという営業マンにワンソクチューブを見たっていうと何かいいことあるかもしれません。試乗車はですね、 Z4 S ドライブ 20i M スポーツとなっております。価格は665万円からとなっておりますが、こちらもね、見積もりもらってきたんで、込み込み価格がいくらぐらいになるのか、下の詳細欄からね、ブログの記事を見ていただければと思います。それでは乗り込んでみましょう。はい、じゃあちょっとこれから、急遽 Z4 を試乗させていただけることになりましたので、ちょっと試乗させていただきたいと思います。エンジンかけてみたいと思います。おお、結構のぶとい音というか、これ2リッターですもんね。2リッター直四エンジンですもんね。じゃあちょっと試乗させていただきたいと思いますが、いいですか、出ちゃって、はい、はい、下に引いて、そうですね、今どこに入ってるとかって、はい、D に入ってますね。で、電動パーキングなんで、あれですよね、そのまま出れる感じですね。どっち、ここの左に出ちゃっていい感じですか、はい、ここ段差とか何もないですよね。大丈夫です。じゃあ左にちょっと行かせていただきます。なんか久しぶりに BM の車乗ったんで、あれですね、このハンドルのどっしりとした感じとか、もう走り始めて、こうなんだろうな、重厚な感じというか、なんか新鮮な感じがしますね。結構ステアリングは重めで、やっぱ、うん、なんか BM 乗ってるって感じがします。すっごいボディ剛性が、オープンなのにこんなにソリッドなんだ。いいですね、マフラーの音が。2リッターでもこんだけ結構なんかやる気になるサウンドっていうのは、やっぱさすが BM って感じがしますね。で、これ8速 AT かなんかですよね。そうです、はい、今何速入ってるとかっていうのは見えたりとかはしない感じですかね。はい、ここマニュアルボードにすると入る感じですね、はい、あ、でも低速だと結構ステアリングもそんなに重すぎないけど、だんだんスピードが上がってくるとどっしりしてるんだな。で、このね、新しいメーターがすごい面白いですよね。エンジンの回転が時計と反時計回りっていうに上がっていくと。で、簡易的な地図が今メーターの中央に表示されていますが、これは任意で拡大縮小とかはできないっていうふうにおっしゃってましたもんね。あくまで、こっちのナビの補助って感じで、まあ、次どこ曲がるとかが分かりやすいようになってるってことですね。で、ヘッドアップディスプレイもついてる。至れり尽くせりですね。もうちょっと踏んでも結構街中でも十分すぎるほど速いですね。で、スポーティーだからもっと硬い乗り味なのかって想像してたんですけど、結構なんだろう、マイルドではないですけど、ソリッドだけどカンカン来るような硬さではなくて、やっぱいい感じのラグジュアリーさはありますね。そしてこの1100回転ぐらいからの踏み増しでぐいぐいトルクが出るって、これ結構すごいな、このエンジン。で、静粛性もオープンなんで、結構入ってくんのかなと思ったら、意外とロードノイズもそんなに入ってこないし、まあ、確かに窓方向、屋根方向からとかは、まあ、シャーっていう高周波は入ってくるけど、逆に路面からの音に関してはすっごい静か。
いい車乗ってるなっていう感じはありますね。だからこうカリカリにスポーツっていうよりは結構大人なラグジュアリーな乗り物って感じで、それでいて踏めば速いんでしょうからいいですね。これ結構やっぱマフラーの音いいな。これ音入ってるかちょっとわかんないですけど、このマフラーの音いいですね。で結構内装の質感もすごくいいですね。この Z4 から始まってる感じですかね、この形の内装って。そうですね。で3シリーズ以降で Z4-3 シリーズとずっとこういう新しい世代の BMW の内装になってますけど、今まで内装の質感でこう落選していた方とかも、これはね実際ちょっと一度やっぱ見て触ってほしいですね。本当に今までブレーキホールドもついてなかったりとか、結構そういったその先進装備面で少し BMW はこう遅れていたような印象があったんですけど、これで一気に逆にアウディとかその辺のクラスと比べても遜色ないどころか、逆に質感いいんじゃないかって思えるほどの内装になってます。あ、そしてマフラーの音いいマフラーの音いいな。こう街中流してるだけでも楽しい車っていいですよね。やっぱりこれでオープンにして山とか走ったらさぞ気持ちいいんだろうなと思いますね。で、大人がセカンドカーとして持つ車って意外とその実用性に振っちゃったりとかしがちですけど、こういう指向性の高い車っていうのもいいですね。もう早踏めばやっぱめちゃ早いですね。これで2リッター直4だっつんだから、3リッターの直6ってどうなっちゃうんだろうって思いますけどね。十分これでも面白い。なんかこれよりさらに速いってことはすごい加速を見せてくれるんだろうなと思うんですが、結構乗り心地はいいですね。やっぱり多少こう路面が荒れてるところだとこうピッチングとかもあるんですけど、やっぱ FR だからなのかな。このステアリングのスネオの感じとかも久しく乗ってなかった感覚。車でやっぱパドルシフトで走ると楽しいのかな。でパドルのこうクリックした時の感触とかもすごいしっとりしていて安っぽくないのがいいですね。こういうボタン類の接度感までちゃんとチューニングされてるようになってるっていうのはすごくいいなと思いますね。高級車前とした乗り味と内装の質感、そしてこう手に触れる部分の質感の高さ、クリックした時の食感なんていうのもすごくいいですね。そしてアイドリングストップからの復帰も静か、そしてめちゃくちゃ復帰も早い、何ら不満のないこう車になったなっていう感じがしますね。今までこう X2 とかいろいろ試乗させてもらったりとかしたんですけど、こうブレーキホールドがなかったりとか、そういうので結構対象から外れてしまってたことが多かったんですけど、新しい3シリーズ以降この Z4 もうそういったところの装備面でのネガがほとんどなくて、すごくいい車に仕上がってるなっていう。でやっぱ動的質感の部分でもすごく満足度が高い。やっぱアウディなんかと比べるとやっぱもっとスポーツ寄りで、感能性が高いって言った方がいいかもしれないですね。アウディのは緻密で高質感があって、重厚感があるって感じなんですけど、 BM もやっぱり剛性感はあるけど、それにプラスしてこうなんだろう、走ってて気持ちのいいこうなんだろう高揚感があるのがこう BM の特色かなと。こうなんだろうな、ワクワクさせてくれるような、まあ駆け抜ける喜びってキャッチコピーがあるように、このマフラーのサウンドであったりとか、エンジンのこうか、回転のフィールであったりとか、そういうところがやっぱ味付けがさすが BMW って感じがしますね。やっぱだから走り快適さだけじゃなくて、走りの楽しさ
を求める人っていうのはやっぱ BM がいいのかなと、こういうとこですよねやっぱね、うん、気持ちいい。人を選ぶ車かもしれないですけど、興味持った方は多分試乗すると欲しくなっちゃう車なんじゃないかなっていうふうに思いますね。といった感じで新型 Z4 S ドライブ 20i M スポーツの試乗インプレッションをお届けしましたが、いかがでしたか。まあ、個人的なね感想としては、3シリーズをねこの後乗ったんですけれども、それとはね全然違う車になってましたね。まさかね、同じ2リッターターボ、まあ、BMW の2リッターターボなのにこんなにキャラクターが違うのかと。3シリーズの試乗インプレッションはすでにね、先に動画で公開しちゃってるんですけれども、実はね、乗ったのはこっちの方が先だったんですけれども、その直後に乗った3シリーズと比べても、もう本当にね、車のキャラクターが全然違って、同じメーカーでもうまく差別化して作っているなというのを本当に思いましたね。3シリーズはすごくラグジュアリー、静かで、本当にジェントルな、まあ、高級車って感じになっていたのに対して、 Z4 はねやっぱ官能性が非常に高かったなと。オープンスポーツという指向性の高い車だけに、マフラーのサウンドであったりとか、まあ、あのトルクの出方であったりとか、そういったところがねやっぱりスポーツカー前としていて、ただ単にラグジュアリーなだけではなく、まあ、なんていうんですかね、やる気にさせるサウンドというか、あのついついスピード出したくなっちゃうような、もう気持ちよくてね踏んじゃうんですよね。そういった演出がされているのがやっぱ Z4 と、3シリーズの最大の違いかなというふうに思います。というかね、3シリーズがね想定していたよりも相当ラグジュアリー感が強い感じになっていたので、もうちょっとね意外とやんちゃな感じになっているのかなと思ったらね、あの3シリーズは相当大人なラグジュアリー感だったのに対して、 Z4 はもちろんねただ単に硬いだけとか、スポーツカー前としてるとかいうんじゃなくて、大人のね余裕のある乗り心地はしっかりとね、ラグジュアリー性もありながら、官能性をそれに付加していると。で今回はねオープンにして走らなかったですけれども、さらにね屋根をオープンにして走ったら余計ね気持ちいいかなというふうに思います。これはねやっぱね紳士が乗ってたらかなりねかっこいい大人だなっていうふうに見ちゃいますよね。そういうねライフスタイルに憧れますよね。新型 Z4 ご興味持たれた方はぜひ試乗してみてはいかがでしょうか。内装の質感もね最近の BMW すごくいいですからね。そして前回の車のマニアック写真クイズですが、レクサス GSF でした。正解した方何人かいらっしゃいましたね。ちょっと難しかったかな。そして今回の写真は何でしょうか。分かった方はコメントくださいね。そして私のラブ4、新型ラブ4の納車日も決定、5月22日に納車されそうです。まあね夜結構遅くになりそうなんですけれども、まあなる早で納車してくれということで、頑張ってくれるそうです。これからもね車買うチューバーとしていろんな車をね未然に起きて買ってレビューしていきたいと思いますので、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。 Gmail にログインしているとチャンネル登録できますんでね。そしてベルのマークをオンにしておくと見逃しもありませんよ。それでは買いたいあなたの背中を押すチャンネルワンソクチューブ、次回もお楽しみに。